からここにいますけど、9割9分の下に日曜日頼みますよ、日曜日頼みますよって言うから、トークショーのこと言ってんのか、星野一樹とのトークショー日曜日だなと思ったから、何を言ってんだろうと思ったら、決勝ですよ、決勝。でもやっぱりどんどん